豊岡市は兵庫県の北部に位置する市、田島県民局管轄地域。豊岡都市圏を形成する県北部、田島地域の中心都市で、兵庫県で最も面積が大きい市である。日本で最後の野生コウノトリの生息地として知られ、保護、繁殖、共生の事業が行われている。豊岡市中心部周辺の空中写真。 市街地の東方を円山川が北へ流れる。1976年撮影の3枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。竹の浜山陰海岸国立公園標庫圏の北部にある田島地域の中心都市。市の中央部を円山川が流れ、市内中央部には田島最大の盆地である。 豊岡盆地が広がる。海岸は山陰海岸国立公園に属しており、また全域が山陰海岸、ジオパークに含まれる。現在部分開通している山陰近畿自動車道が完成すると、鳥取県鳥取市や京都府宮津市を経由して、京都市とも結ばれることとなる。日本海側気候に属するが、複雑な地形の影響によって、夏は暑く、冬は寒い。 寒暖の年角差がとても激しく、夏の最高気温と冬の最低気温との差が45度近くになる年もある。冬は本州西南部としては珍しい豪雪地帯である。豊岡市は内陸に位置することから、年間平均豪雪量は312センチメートルであり、新潟市、金沢市や福井市といった北新越の都市を上回る西日本屈指の豪雪都市でもある。 過去最新積雪として1936年2月3日に 186cm を記録した。2012年2月18日には積雪 100cm に達し、1984年2月8日の 131cm 以来28年ぶりに 1m 台に達した。夏は中国山地を越える南寄りの風がフェーン現象の影響を受けて猛暑となることが多く、 最高気温が摂氏37度以上になることも珍しくない。過去最高気温は2000年7月22日に観測した摂氏39.3度である。豊岡盆地を流れる沿山川が発生させる盆地切りも特徴的な気象である。盆地切りは年間で約120回ほど発生する。2010年国勢調査より前回調査からの 人口増減を見ると4.04%減の85,607人であり、増減率は県下41市長中25位、49、行政区域中33位。合併前の拡張位置図突起なき場合、日本の歴代市長、市政志向100年の歩みなどによる、現任議員の任期 2017年11月1日から2021年10月31日。定数24。豊岡市では、行政の透明性を確保するため、行政からの提案に対して、豊岡市民の意見を聞き、それを反映し行政での立場を講示するために、パブリックコメント制度を2008年度から実施している。JR 西日本豊岡駅。 福知山電車区豊岡市初期の先ロープウェイ市の代表駅として中心的な役割を担っているのは豊岡駅である。アンテナショップ港の鳥の恵み豊岡労働組合主催のデモ行進に抗議した男性への暴行容疑で過激派、中核派活動家の男が逮捕され、警視庁公安部は2020年11月9日、男の勤務先として、 兵庫県豊岡市役所を家宅捜索した。ありがとうございます。